あっという間に日は過ぎて、愛さんさんと季節は巡る、あの坂の多い町に住んで退屈している。人生初の一人旅で尾道に行ってきました。ちょっと長くなっちゃったんですけど、最後まで見てくれたら嬉しいです。新幹線の切符を入れた後にここまで使ってきた IC のタッチをお願いいたします。新幹線の切符が先です。ありがとうございます。ちょっと酔い捨てで。ゴリラ、ゴリラの部屋。はいはいはい。そしたらお化けが出た。あ、そう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 。おでん屋。あ、そうそう、おでん、おでん屋おかめ。ジブリで有名な映画があったら、そのジブリの、はい、作品なんかを、うん、なんかミニチュアを作って。ここに行こうと思ってたんですか、たこ焼き場。やってないの？悲しい。そんな、なんで土曜日なのに。いやー、かわいい。暗いな。ポチ、ポチ。ポチ。あ、ここ？ここ登るんですか？なんか偽コロナみたいな。コロナはね、だいぶ前に年末ぐらいクリスマスコロナ。映えますか？いや、暗いから何も映らないかもしれない。暗すぎ。やば。はい、どうも。あそこって絶対お風呂場でしょ。あ、本当だ。あのシャワー、あれシャワーなんか。っぽいですね。なるほど。
みだし。あ、なんか聞きました昨日、うん、なんかそれ、まあ賛否両論ですけど。あ、そうなんだ。好きです。本当だ、つらなそう。なんかでかいな。もうなんか慣れてる感じがすごい。かわいい。眠そう。あ。あら。あら。かわいいね。かすれてる声が。泣きすぎたの？声が。補正してある印ですね。ああ、そうですね。かわいいね。やばい。ああ、かわいい。もう慣れまくり。人に。うん。手が短くてかわいい。TikTok とか見るんですか？おすすめのさ、はいはい、勝手な、皆さんお名前なんて言うんですか？私です。はい。こっちにあるんですなんとかじゃろうって言いますね、尾道の人。いいこと言ってくれる。いいこと言ってくれる。私、さんにタバコの火をお借りして、その時になんかちょっとお話しさせてもらって。じゃあ乾杯。乾杯。いいね。すごいね、みんな。
あ、そうですそうです、はいはいはい、なんか展開が結構なんだろう、まあ、ただこうの飲んで歩くみたいな感じじゃないですか。大体海辺にいるんだけど、そんなに置物のように堂々として、全然動かない、確かにまああれをこの何十倍もでかいし、確かに。そうだ、ちょっと来るの遅かったからかなって言ってたんです、うん、ちょっと来るの遅かったから閉めちゃったのかなって言ってたんです。いや全然大丈夫です、今日来れたんで。これこれこれ、あ、本当だこれやばい、これやばい、これ何使ってるんですか。え、普通に iPhone で。あ、iPhone でやって